俺様が蒙古タンメンワンパンで倒すところをお前らに届けたしよう。羨ましいのマジで。あー、そうだと思う。うまいね。ご褒美。いやでも1日でこれでヒーヒーしてて、うん、チーズ入ってる。確かに確かに。すぐ水煮ちゃうと思う。そうだ、チーズ入ってたよね。そう。イエーイ。企画を復活させようでございます。やったやったじゃんけ、やらすぎよ。今一人一人ちょくちょく順番順番ぐらいな感じでランダムでやってもらえて、大食い1週間、はい、3日間縛りでなれるのかなれないのか出していこうかなと。楽しそうやな。はい、ということで本日一発目、はい、3日間中本ラーメン生活。よっしゃ、中本大人気のね、蒙古タンメンですよ。でそれを3日間食べ続けて果たして慣れるのか、ちょっと慣れないのかというところで多数決で、うん、多数決。おー、来た。オーケーオーケー、多数決ね、はい、やってほしいやつに、はい、ね、決勝みたいなもんよ、ね、はい、せーの、誰これ。アイマアイセイセイギお前やったことねえだろ、石垣君。やれやれ、早くやれ、やるんだよ。あるわ。じゃあ召喚しましょう。あっ、ボンボン。あ、こういう紹介、はい、はい、こちらの中本生活1週間全然健康的じゃない生活中本で3日間生活して僕はこの中本に慣れていきたいと思います。俺みんな知ってると思うけど、この中本とかたまに食べるじゃん、なんかみんな食べてもらうんだけど、辛いオイル、なんか3分の1とかしか入れてないんですよ。あで、あ、ちょっとうま辛だなみたいな感じで食ってるわけ。残念、全部入れないよ。全部入れます。企画なんでもちろん全部入れます。で、最初は絶対この全部きついの、はい、慣れるわけないじゃん。3倍だから、ね、だから最初はチーズとかいろいろちょっと何ですか、あ、トッピングする、そうトッピング、ホザクホザク救済させてもらって、最終日にはもうドカンと、あ、もう 一発で、あ、何もなしで食べて、はいはいはい、水もなしですよ。水もなし、はい、水もなしで食って、はい、あー、うまみたいな、なるほどね、やつ見せてやりますよ、俺が。なるほど、私には1日で食うよ、まあそんなやついねえだろ。お前勢いに任せて、お前やべえふりするから、お前だけやべえよ。あ、やべえ。俺様が蒙古タンメンワンパンで倒すところをお前らに見届けたしよう。とてもこれからチーズをかける男とは思えない。めちゃめちゃ様子見るから。一発目のアイテムですね、チーズ、まずつけさせていただきます。はい、来た、いただきます。はい、いただきます。実食。いや、うまいんだよね、蒙古タンメン。マジで蒙古タンメンうまいよね。あー、ほんとチーズだけ羨ましいもん、マジで。うまいね。あー、ご褒美。あれあれ、いやいやいや、もうちょっとやられてる。素晴らしい、ちょっと来てるね、これね。素晴らしい味がする。顔赤、もう限界の顔やん、涙出てるやん。飯テロしてるから俺はさ。あー、ほら、あー、いいね。じゃあもっと美味しそうに食って。やばいやばい、ほんとあんまりすげえ、みんな痛いとこ疲れまくって。スープどうすんの。スープじゃあ半分飲もうか。なるほど、なるほど、ね、辛い顔をしたらまずダメなわけでしょ、この企画最終日は。そうそうそう、余裕なんだっけ。そうそうそう、もうスルーッと食い終わらなきゃいけないんですよ。その目標としては、これに辛いのトッピングして、それも余裕で食うってこと。そうそうそう、あ、プラス辛いのあるからね、これ最終日は。スープもね、うわ、相変わらず邪魔しようとしてるやつになる。いやいやいや、もういいから、そういうの。俺の慣れる企画だから、これっせ、これあ、こいつチーズになれる戦いだ。俺チーズだから。時間空いて今日の夜とかに、うん、もう一回かますのもありだと思うけどね。全然聞こえてない。え、ヨーグルト、ヨーグルト、甘いすぎ。2日目までの俺の相棒です、こちら。2日目まで俺の相棒です。甘いすぎ。結構時間ないよ。あ、でもあとは一口ぐらいじゃない。席右、席右。なんか、さすが害悪が帰ってきた。帰ってきた、害悪。こんな害悪なの、こいつ。こんなもんですね。ああ、まあ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 、こんぐらい飲みましたんで、はいはいはい、大丈夫でしょう。汗がすごいね。ああ、汗すごいわ。汚ねえよ、めちゃくちゃ。そう。
ちょっと待って、お前、おいおいおい、何？牛カルビ弁当ですね。あ、そうやこれじゃないですか。汚れてる。いやいや、これですよ、これですよ。僕はそれ知りませんから。これじゃない、こっち。これもう読んで、ほら、何、はい。知りません。もうボタン辛いやつ。あなた辛いの嫌いなんでしょ。はい。克服しなきゃダメじゃん。おい、何、もう食いたくないまで来てんの。元から辛いの好きじゃない。あ、そうか、そうだ。そうだよね。今日の作戦としてはでも1個だけあって、ちょっと熱いんで、うん、その前と氷を多めにする。おー、はいはいはい、氷を多めにしますね。そのうちこれ片手で完全に出せるよね。温度チェックいいですか。はい、体勢を整えて。熱い。今回は僕飲み物なしでいきます。おー、わー、でかい。よーい、スタート。テテ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 なるほど。でもちょっと慣れてきてない。だって前回チーズ入れて一口目でピーピー言ってたから。チーズなしで食べたの初めてだから。ああ、拷問よこの生活。うわ、汁きつそう。ああ、ダメだ。本当にダメだ。強くなってくるわ。汁がダメなんだね。野菜スティック食べてる正義可愛くない？可愛い。野菜がめっちゃ甘く感じる。マジで？すげえ。フルーツの味するよ。マジで？味覚飛んでる。味覚が辛すぎて。最終日。イエーイ。今日はチーズもヨーグルトも何もない。はい、何もなし、水もなしで今日は3分以内に僕が食べきれる。おー。いける、いける、いける。あれでしょ、辛いもんトッピングするやつ。そうそうそう。え、辛いもんなんてあんの？とりあえずこれだけでいこうよ。まず慣れてんの。まあまあまあね。本当にやばいからね。本当にやばい。だってもうそのままじゃん、これもう。5年前これに頼りまくってたからね。じゃあまず普通に食うよ。ああ、そこは一番本当はここだから。そうそう。じゃあ行こう。じゃあ。じゃあ。もういけるでしょ多分。余裕でしょ。はい、もう何のリアクションもしません僕は。おっしゃ。いいですか。じゃあ美味しくいただきます。おお。あれ。俺の3日間の集大成をここで見せる。いいです。お。あー、うまそう。うまそう。それリアクションどう。うまいラーメンですわ。うまいよ。あー、慣れましたね。おー、え、なんだ。ちょっと疑惑が、まだ疑惑がすぐ入ってたな。いやでも1日はこれでヒーヒー言ってて、チーズ入ってるの。確かに、もうすぐ水煮てあるの。そうだ、チーズ入ってたよね、正直。これなる、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 これなる。ひどい、ひどいわ。まだ顔に慣れてないから。顔に慣れてない。これ慣れたんだ。もう慣れた。辛くない。おー、ねえ、そしてーじゃあ、人間に向かって。なんかね、分かったんだよね。ベロの奥の方で食べるとあんま辛み感じない。入れてください。エクストラステージ。ちょびっとだよ、ちょびっと。こんなもんだよ。やばいやばいやばい、もう入れすぎだよ、もう入れすぎだよ。いやもう空気なくなったわ。ああ、あ、やばいやばいやばい、全然やばくなってる。おお、全然違うやつになってる。ああ、刺激臭になってる。やばいやばいやばい。決戦の時です。ねえ、まだまだ見た目は分かんない。見た目は、あれ、慣れた。お、あれ、でもね、こっからです。免疫が故障から、故障から、こっから、来たー！ 2件マックス。2件マックス。無理。絶対汁飲めない。ちょっと待って、水禁止だからね。あ、そっか、禁止なのか。禁止禁止。じゃあ、これ、あ、合わせるぞ。わー、合わせるぞ。まあ、脂肪半径だ。これ、種類って、種類って。とりあえずやばい、俺。脂肪半径だ。よかった、俺じゃなくて、これ。うわ、間違いない。俺だってめっちゃ汗出てる。めっちゃかいてる。もう、もう無理。うわっす。あ、いったいった、汁。え、いった喋れない、喋れない。この2日間がどうでもいいもん。あー、そういうこと？違うんだもんね、種目が。クライマックスがエグすぎる。50メートル走の全国大会決まってんのに、本番200メートル走みたいな。よし、はい、あ、いけ、お、いった。お、
もうめっちゃ行くやん。行ったぜべー。やばい、もう喉がすごいことになってる。いや、これはやばいよね。これはやばいね。グイッとグイッと。おい、ちっちゃい声が今辛っ。うぅ、喉に、うぅ、いや、喉やばいよね。結果、熱湯水がなければ3日間で慣れるということで、これからもね、ちょくちょく3日間生活、1週間生活、大食い、これ以外もネタ系もね、ちょっと頑張っていきますので、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございます。それでは次の何かでお会いしましょう。グッドネス。グッドネス。ひたすら夢の橋。